の TV。 あ、俺もね、やっぱね、60歳目前にしてだいぶ考え方とは変わってきて、もうちょっとマヌル TV もそろそろもうやめようかなと思ってるんですけど、ちょっとあまりにも頭きたんで、これだけちょっと言っていこうかなと思って、ちょっとカメラ回してるんですけど、カメラ回すっていうその単語がどうなのって、回すっていうのがどうなのかなって、回ってんのか分かんないですけど、もう頭回ってっかんだよ、まあ、そもそも。はい、というわけで、酒ぐらい飲むか。もう本当頭きてるんですよ、俺。本当腹立つ。もう本当頭きた。それが何かというと、まあ今日月曜日で、まあまあ俺の場合木曜日休みなんで、月火水の3日間がとにかくもう緊張が抜けないんですよ。だからもう人とも会わないし、まあメールとか来ても返信しないようにしてるんですけど、まあ今日月曜日一日終わってちょっとリラックスしようかなと思って、ある映画を見たんですよ。まあ映画を見てリラックスしようかなと思って見た映画がテネットって、っていうね、テネットって映画、皆さん見ました？なんか時間が逆転するような映画で、それを2時間半ぐらい見たんですよ。まあ7時ぐらいからずっと見てて、もう10時過ぎなんで、まあほんと時間の無駄だったなっていうか、つうかこの髪型どうなんですかね、これ。米津玄師風にしてんですけど、そうでもねえな。左目隠さないといけないのか。こういう感じか。はい。マヌル玄師です。あれね、左目の視力を失うことにより、左目って、右脳と直結してるんですよ。で、左目が見えない人って、要はその、右脳に視覚情報がいかなくなることにより、いや、俺の言いたいことはこれじゃねえんだよ。まあ要は、幻覚みたいのが左目に見えることにより、なんか、ちょっとあの世とか、あの世って言うとあれですけど、まあ普通の人が見えない世界が見えるみたいな状態になるんで、まあ義母愛子さんとかもそうですよね、左目が見えなくて、まあちょっと左目を隠していこうかな今後は。じゃあそういうことじゃないんですよ、俺が頭きてるのは。テネットっていう映画を見たんですよ。皆さん、まあ割とメジャーな映画なんで見た人いるとは思うんですけど、もう2時間半、7時過ぎからずっと見てたんですよね。もう10時過ぎてるんですけど、もう2時間半ずっと映画見てたんですけど、もうくだらねえ、何あれ。監督の名前知らないけど、もう終わったね。くだらねえ。何や。ゴミ。もう、俺も割と B 級映画ファンなんで、くだらない映画とか好きなんですけど、そのメジャーの
映画でここまでつまんなかったのって結構初めてかも。あ、ちょっとダメだね。ちょっと板についてない感じがあるね。このボサボサヘアが、ボサボサヘアっつったら、まあ米津さんとかだよね。まああとあれか、山崎まさよしさんだっけ。ルル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 ルいや、あれいい曲だよね。まあすごい、だから山崎さんの曲とかいいじゃないですか。まあテネットはクソやで、絶対見んなよ。俺ね、インセプションって映画を、あれ5年ぐらい前ですか、渡辺謙さんとか出てた、あのディカプリオとかも出てた、まあ、あれ見て結構微妙だったんだよね。なんかね、まあちょっと頭の悪い人層に対してはこの映画すげえって思わせたいみたいな、なんつったらいいのかな、お前らこれついてこれねえだろうみたいな、ギリギリのところつくような映画の手法っていうか、それ結構ね、音楽でもあるんですよね。音楽でもあるんですよ。まあちょっと難しそうなことやってる風にして、実は中身が全くないみたいな。そういう監督やで。多分なんかさ、インセプションすげえとか言って、俺3回ぐらい見たけど、全然ピンとこなくて。で、その監督が、なんかテネットっていうやつが、ちょっといいよみたいな風潮があって、もう初めて見たんですよね。なんで見たのかな。あ、YouTube でテネットのを解説してる動画を配信してる人がいて、ちょっと見てたんですよね。で、途中まで解説して、いや、こっからネタバレだから、ちょっと一回見てからもう一回見てみたいな感じのこと言ってて、じゃあちょっと一旦止めて、本ちゃんの映画を一回見てから、もう一回解説動画に戻った方がいいんやないかな、みたいな風に思って、マジで、8時ちょっと前ぐらいから、テネットっていう映画見たんですよ。で、まあ、正直全部は分かってないから、一回じゃ、なんか結構めんどくさい。まあ3割ぐらいしか多分俺も理解してないから、じゃちゃんと見たらもっと面白いのかもわかんないですよね。なら、俺の直感的に、あ、これダメだなとは思ったんだけど、でもわかんないじゃないですか。その解説動画とか見て、本当はこういう話なんだよって言われたら、もしかしたら面白いのかもわかんないんで、なんだろうな。あ、ライアーゲームとかも、俺は頭悪いから、ライアーゲームとかも、一回見ても全然理解できなくて、三回ぐらい見て、あ、なるほど、そういうことか、みたいな。風になったんで、もしかしたらわかんないですよ。もしかしたらテネットもう3回ぐらい見たら面白いのかもわかんない。ただもう二度と見ないかなっていう。まあ要はね、言っちゃうとね、愛がないよね。愛がない。
もうこの世って愛が全ての基本なのに、あの映画インセプションでも俺思ったんだけど、愛がないんですよね。それって人生の一番大事なものは欠けてる。でも見たばっかりで言ってるから分かんないけど、全然面白くないし、まあ、多分ね、まあ、日本人って、まあ、俺みたいなアニオタの人って割と高品質のアニメを見てるから、まあ結構そういうなんかちょっと戦争とかなんか戦闘モードになるような映画でも最終的には愛があるじゃないですか。だから最終的にそうなんのかなと思ったら、そうでもないんだよ。終始愛がないんだよね。だから多分あの監督ダメだわ。多分そういうなんかサイコパス的な人なんで、だからもう多分次はないんじゃないですかね。だからそれあの、いやこれって多分映画だけの話じゃなくて、なんかそれっぽい、なんか俺はすげえんだぜみたいな雰囲気を醸し出したい人たちがあらゆる業界にいて、なんか一般人お前らには分かんないだろうみたいな雰囲気を醸し出すことにより商売を成立させようとしてる人たちがいるんですよ。これはもう俺はだから歯医者でもそうなんですよね。本当にへったくそなくせに俺はすげえんだぜみたいな雰囲気を醸し出して、なんかそういうのをビジネスモデルにするとか、そんなやつばっかりだよ。で飲食業界でも多分そうだよ。だあの違う、俺が唯一違うと思うのは、立川の頑固ラーメン、あいつは本物だから。だからもうそんなクソ映画を見るのに俺2時間半費やしちゃったんで腹立ってんだよね。俺の貴重な、俺のもう残り少ない俺の人生の2時間返せよと思って。テネットほんと食ったらねえ映画見ちまったわ。これ反論あるんだったらちょっとコメント欄にお願いします。何なの、意味あんの？全然意味ないじゃん。時間が反転したから何なの。いやびっくりした、あまりにもつまらなくてびっくりしたわ。で時間反転ものとかそのタイムシフト系だと、まあ一番面白そうなやつだとほら有名なやつあるんじゃないですか、あのなんだっけ、名前出てこないけど、あれドックが出てくるやつ、第1話で言うとドックの部屋でギター弾いて、ものすごいパワーでギター弾いてスピーカーが爆発しちゃうやつ、なんだっけあれ、ダメだ、もうほんとそのレベルで名前が出てこないんで、で、あのテネットに関してはなんかまあテネットだけじゃないんだけど、いかにも意味ありげな風で実は意味そうでもないなっていうのは、あ、俺結構ねあれですよね、20代で割と SF 小説マニアだったんで、だそういう俺の経歴から言うと、もうあれはもう下の下です。で SF 小説で俺がこれは良かったっていうのをじゃあ3つあげるわ。1つはノーストリリアっていうね、
コード・ウェーナー・スミスっていうあの作家の人の小説があって、これはねもうほんと感動した。まあ猫人間が出てくるせいもあるんですけど、コード・ウェーナー・スミスのノーストリリア、あとね名前が出てこないけど夜の翼っていうのがすごかったね。夜の翼、誰だったかね。で俺割とその SF 好きだったけど、あまりにもメジャーなやつは避けてて、あともう一個あんだよね。ちょっと待って、だ結構ねそこまで有名じゃないけど、なんか人工の生命体みたいなやつをうじゃうじゃすくって、あちょっとおしっこ行ってきます。なんだっけなあれ。マットサイエンティスト。はい、ね、なんかねマッドサイエンティストが主人公で、なんかちっちゃい人工生物みたいなの作り出して、そううようよそういう生き物が世界をかっ歩してるような世界を描いたやつ、あれ何だったの、ちょっと名前を思い出せないんじゃない。すっごい好きだったんだよ。だから SF の早川文庫とっていうのが SF の小説があってすっごい読んでたんですよね、20代。さっき言ったコードウェアのスミスは、あの多分半分予言者的な人なんですよね。で人類の先の歴史を、あの西暦5000年ぐらいまでの年表まで作ってるんですよね。年表まで作ってて、そこのこの時代の小説みたいな感じでいくつか書いてるんですよ。でまあ多分俺は知らないけど、エヴァだかなんだかの人類補完機構みたいな話があるじゃないですか。あれもそのコード・ウェーナー・スミスが人類補完機構っていう概念を初めに作ってるんですよね。であとその宇宙に旅をする宇宙船を作って、まあなんかね宇宙の船みたいな、まあ帆ですよね。宇宙のあの帆がその太陽エネルギーなのかなを浴びて、それをエネルギー源にして宇宙に旅立っていくみたいな話もあってね、まあものすごい美しい小説なんで、ね、あの暇な人は絶対読んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。もうとにかくもうね、今日見たあまりにもくだらない映画見ちゃったんで、
いや、そこまで芸術性のない人たちが映画作っちゃうの、日本のアニメの方がはるかにもう上だわ。日本のアニメはすごいからね。今見てるのは出来猫ですね。まあこれ以上言うともあれだから、出来猫最高です。出来猫の方が全然いいからね。できる猫はどのこうのっていう、あれはね結構良かったな。なんかね、偽物が多いんだよ、要は。なんか、それっぽくてかっこよくて、ちょっと一般人に理解できないぐらい、ちょっと難しめな設定にすることにより、お前ら俺についてこれんの?みたいな感じの、ものがものすごく多い。歯医者でもみんなそうだよ。ならもうくだらない、もうもうというか、そっち行くんだったらもう俺は縁を切ろうかな。そっちに行く人はもう俺はもう俺とはもう二度と接触してこないでほしい。そういうんじゃないんですよ。いやー、でも本当ね、びっくりしたわ。テネット期待してたんですよ。俺が月曜日の夜に映画を見るなんて珍しいことなのに、ちょっと見ようかなと思ったせいで、もう3時間ぐらい時間の無駄にしちゃったなっていう。あ、でも多分もうそろそろみんな目覚め始めるんじゃないですかね。もうそういうのに騙されないでほしいなっていう。まあハリウッド映画、ハリウッドも終わったんじゃないかな。あんなくだらない映画を作っちゃうぐらいだな。ただまああれですよ、まあアニメで15話ぐらいでやるのを2時間でギュッとやったらまあしょうがないのかな。実写、しかも実写でね、したらああなっちゃうのかなっていうのは、まあしょうがないのかなっていうのはあるけど、いやー俺、いや久しぶりに映画見たんだけど、ひどすぎるっていうか、もうクオリティが低すぎるし、なんかそれっぽいことやっときゃお前ら喜ぶんやろみたいな、そういう感じがもうありありなんですよね。もうそんなのに騙されん、もう、そんなことに騙される、もうみんなもういろんなことに騙されすぎや、もう、もう俺カメラ見て喋れないけど、騙されて体おかしくなってお前らもう身動きできなくなってるでしょ。もうね、ほんと勘弁しろよ。もうなんかね、もううちのお客さんがなんかもうね、なんか病院行ったら
いきなりステージ4であと2週間で死にますとか宣告されて、まあ入れば作って新調しようしましょうみたいな感じで作ってたら、いやもうあと2週間で死ぬんでみたいな人が今日電話があったらしくて、もうそんな人ばっかりでね。まあこれはね多分しょうがない、これは日本人が超えなきゃいけない試練なんじゃないかなと思ってるんですよね。まあこれ YouTube で出すと多分怒られると思うんですけど、多分日本人多分数年で半分ぐらい死ぬんじゃないかなと俺実は思ってるんですよね。それぐらいの勢いでみんな体がおかしくなってるから、まあこれしょうがない、これ宿命だと思います。俺は本当に俺もだから体むっちゃくちゃきついけど、そういう流れの中で、まあ俺もやっぱりあのなんていうんですか、あのまあ落語っていうらしいんですけど、自分の個体としての幸福を追求してみんな生きてると思うんですけど、まあ自分の、まあ、まあグループっていうか、まあ、人類とは言わない、人類とは言わない、そんな大げさなことは言わないけど、まあ、近所のグループの人の存続を第一に考えて、そのために俺の命を捧げるっていうような感覚がやっぱあるんですよね。俺最近芽生えて、まあ例えばあの渡り鳥とかと一緒ですよね。渡り鳥ってこう鳥がなんか何百匹か分かんないけど、鳥全体が巨大な鳥かのような容姿でみんなで飛んで、あのちょっとあの暑いからちょっとあの北の方にみんなで行こうよみたいな、そういうなんか個人の個人の意思ではない、なんつったらいいかな、だそのグループ全体の意思に従って、その一部を俺もじゃあお前らのために俺も命捧げるでみたいな、そういうのあるんですよね。俺も多分ついにその域に達した感じはあるんで、だからもう自分の幸せとか楽しみとかもういいやっていうか、まあ卒業したね、俺も60歳近くなったんで、なんかみんなと飲み行くのは楽しいし、結構未練はあるんですよ。楽しかったなとか、だけどやっぱりなんでこうなったのか分かんないですよね。やっぱり人々のために俺の命をさ捧げなきゃいけないのかなっていう、まあちょっとかっこよく言ってるけど、実際そういうその域に達したんですよね俺も。だからそのいや俺それやるから、その代わり俺に対価を与えてくれよっていうことは神様に言ってんですよ。でもそれもう契約が済んでるんで、分かった分かった分かった、お前そこまで命かけになったらお前を幸せに してやるぜって契約ができてて、なんか最近結構幸せは幸せな、
そういう感じだよね。まあこれから多分これ感度の高い人にしか多分分かってないのかもしれないけど、多分今後2年間で多分世界がむちゃくちゃになると思うんですよね。でも多分みんなそこまで分かってないじゃないですか。絶対なるよ。いや俺は予言者的な能力はないけど、そういう割と霊感みたいなのがあるんで、まあこれからは多分世界むちゃくちゃになるんで、だから、まあ俺は多分乗り切れるタイプだとは思うんですけど、みんなもう頑張れよ。これからの2年間は大変だからね。まああんまり鈍感な人が多すぎるなっていうのはあるんですけど、まあかといってまあ俺はあらゆる対策をしてるから平気だけど、あんまり俺にぶら下がってこられても困るなっていうのもちょっと、まあ、正直言っちゃうとあるんですよね。だから俺は、まあ、あらゆるもうこんだけ命を削った上でこの状態にしてるわけじゃないですか。でもそうでもない人が俺にぶら下がってこられてもちょっと無理かなっていうか、まあ数人ぐらいだったらいい、助けられるかなと思うんですけど、基本的にはもう自分で何とかしよう、人に頼らないように、今後世界がどうなっていくのかっていうのを予想した上で、それに対してどう対処するのかっていうのをみんなもっと考えた方がいいんじゃないかなっていうのは俺言いたいんですよね。まあ、生活保護なんか多分もうもらえなくなると思うんですよね。もうとにかく、これもう山奥に行って自給自足するとかそのレベルじゃないと多分ダメな可能性あるから、まあそんな感じで、まあ俺はもう自分を守るだけで精一杯なんで、みんなちょっと自分でなんとかしましょう。俺も助けられる余力がどれだけあるかわかんないけど、本当に大変な時代になって本当にやばくなったらできるだけみんなを助けようとは思ってるんですけど、でもあまりにもみんな危機感がなさすぎるんで、ちょっとあんまりどうなのかな、そこまで俺が助けなきゃいけない義理もないのかなとか思ったりして、ちょっと友達とも疎遠になったりとかしてね。まあ俺も結構友達多かったんですけど、今はもう全部ちょっと付き合いやめちゃって、だから南大沢近辺だけじゃなくて、まあ都内の結構楽しくやってたグループとかもあったんですけども、一切今付き合いないんで、だそれはもうこれから大変な時代になるっていうことが、もうなんつうか俺結構霊感みたいのが研ぎ澄まされてるから、これやべえなと思ってんだけど、みんなそうでもない人たちが多いからもう鈍感すぎるんだよな。もうこれどんだけやばい時代になってるかもう分かってもいないやつらが、はい
カツラ脱いじゃうよ。あんまり変わんないですね。あんまり変わんないですね。というわけで、みんな自分は自分の人生なんで、みんな頑張って生きていきましょう。まあ俺も余力があったら助けるんで。ただわかんないですよ、俺も体力的にもう限界なんで、どこまでサポートできるかは自信ないんですけど、ただあんまり俺にぶら下がってこられても、さすがに余力がない可能性があるから、もうできるだけもうみんな、まあ一番簡単なのはサバ缶を100個買いだめしましょう。もうこれでもう数ヶ月生きていけるから。もうね、サバ缶食い始めたら体のブツブツが全部治ったんで、3週間もう、ぐらいかな。もうそんな感じなんでね、もう自分あの健康について勉強しろよと。だから腹が出てって、もうなんつうの、もうデブは自分で直せよと。もうなんか人に聞いてる時点でダメだよ。あのはっきり言って、もう健康なんてもう死ぬ気でやらないと健康になれないんで、あの甘々すぎるんだよね。俺なんか最近なんかそんな話聞いて、もうなんつうんですか、健康って命がけでゲットするもんなんで、はっきり言ってね、あんまなめんなよと言いたいです。なめんじゃねえよ、健康をゲットするのはそんなに甘いもんじゃないんで。というわけで、マヌル TV でした。久しぶりに。